はい、えー、それではこんにちは、えー、今日はちょっと、えー、撮影環境が違うんですけど、えーっとまあ、あの後半、えー、2022年、えー、3月5日、えー第、第4回の朝倉学校への、えー、免疫とは何か、免疫の仕組みについて、えー、っと後半、えー、発展編をやります、はい。それでは前半の確認しながらいきましょう。えー、っと手当たり次第に、えー 病原体表面物質病原体などをパクパクパクと食べるのがマクロファージなどを中心とする、えー、自然免疫それに対して相手の状況を見分けて、えー、攻撃するのが獲得免疫といいますで獲得免疫の中に抗体という槍を飛ばして、えー、相手を串刺しにしてやっつける、えー、体液性免疫体液で血液とかリンパ液の中がこの、えー 抗原抗体反応の舞台であるちょっと言さっき忘れましたけどこの抗原と抗体がくっつかに乗ることを抗原抗体反応って言ってますの舞台である体液性免疫と細胞ごとやっつけるという細胞性免疫がありますさてそのまずその時にこの獲得免疫の時には病原体表面の物質ですねこの表面のまあ物質を見分けて こういう特徴を持った病原体が入ってきたから攻撃しなさいということでヘルパー T 細胞などや、まあ、それを通じてまあヘル B 細胞やヘルキラー T 細胞にも情報を伝えていくんですがその情報を伝える仕組みについてどういう仕組みかということを発展編でちょっとお話をしたいと思いますで、えっと、この、えっと、相手を食べてその情報を、えー まあ、ヘルパー T 細胞というあの親分に伝える、えー、細胞を抗原定時細胞と言ってるんですけど抗原定時細胞の中で代表的なものに樹状細胞というのがあります樹状細胞とヘルパー T 細胞が結合した時の様子が、えー、こんな感じですで実はこの赤い玉で書いたのが、えー、例えば細菌の表面にある抗原を デンドロサイトあの、デンドリックセル、樹状細胞が、えー、食べて、皿の上に出すんですね。で、えー、この樹状細胞が、えー、この異物である抗原を出すときに、こういうものを食べたから、こういうものをちょっと親分にお知らせしますということで、食べたときに出す皿のことを MHC と言ってます。MHC という皿の上に出すんですね。 そうすると、それに対して TCR、T 細胞レセプターという名前のヘルプラー T 細胞の方の皿が、これをまあこう挟むようにするんですね。その時に CD4 というものがこうガ,チガチャンとこうまあ鍵をかけるというか、ロックするような働きをしてるんですね。さて、でそういう形をしまして、 あそうするとヘルプラー T 細胞はあこういう抗原が入ってきたんだなじゃあこの抗原に対するぴったり合った槍を持った B 細胞を活性化させようということで B 細胞を活性化し,しましてそれが抗体をたくさん作るのでこの今入ってきた細菌の表面の抗原にぴったり合った抗体がたくさん産生されるということになりますさて次にキラー T 細胞の方なんですが キラー T 細胞というのはあの、まあ、キラーというのは殺し屋という意味であんまりあの、まあ、ちょっとこの言葉はよあの、まあ、いかがなものかという話もあるので細胞障害性、細胞を、まあ、障害、障害というのは、まあ、傷つける害ですね。えー、障害細胞障害性、えー、T 細胞という表現もありますけど、まああのまあ、キラー T 細胞で。えー まあ、キラーのほうが簡単なのでキラーで説明していきましょう。でキラー T 細胞というのがどういうことをするかというと実は普段からキラー T 細胞って私たちの体の中にあるんです。あるにもかかわらずいざとなったら細胞を壊しちゃう力があるんですがそんなことが普段起こってしまったらまずいのでどういう仕組みになっているかというと、えー、実はさっき MHC というデンドロサイト えまあ、その MHC という細胞表面の物質について、えーとまあえー、必ず敵を見分けるために情報を提示する皿があると言ったんですがえこの、えー、と細胞に関して、えー、実は MHC というものはこの私たちの体全般にあるこの皿なんですね。でこれの自分の MHC というのはタイプが決まってまして自分の MHC に対して、えー、キラー T 細胞は えーえー、この TCR で触れたときにあこれは自分なんだと自分だから攻撃してはいけないんだということをきちんと認識するんですだから攻撃はしません、えー、ところが、えー、この MSC が違うタイプの MSC これ個々人違うんですよ皆さんと私も違うし皆さん同士の中でも違うとでこの、えー、とタイプが違う MSC が来た場合には これは自分ではないということでキラー T 細胞が攻撃します。でこれが実はえっ、ー、と拒絶反応って聞いたことないですか。あの他人の臓器を移植するときに何も、えー、まあ,あの免疫抑制剤とか、えー、そういう処理をしていないと拒絶反応ということで、えー、自分のえっ、ー、と T 細胞、えー、リンパ球グループがあの攻撃してしまうんですね。白血球グループが攻撃してしまうというのはこの仕組みです。 さてその次なんですが、ウイルス感染細胞はもともと自分の細胞でした。だって、これ、ウイルス感染細胞は、インフルエンザだってこうですよ、インフルエンザ。えー、これ、このインフルエンザが侵入した細胞は自分の細胞ですよね。で自分の細胞でありますから、MHC は自分のタイプなわけです。でその MHC は自分のタイプですから、MHC が違うから攻撃するわけじゃないんです。じゃあ、どういうことかというと、ウイルス感染細胞は、 非常に面白いことをするも面白いことというのはちょっと語弊があるかもしれませんけど、まあおあの、非常に興味深いことをするんですね。自分はウイルスに感染されてしまったと、だからもうあのた、まあえーまあ、ダメになってるから、えー、自分ごとやっつけてくださいということで、そのウイルス抗原を、えー、最後に自分の MHCA の上に出すんですね。そうすると 私こ,れはこれは私ですけど、私はウイルスにやられてしまったので、キラー T 細胞さん、攻撃してくださいという形で、この抗原を出すと、あこれは自分の細胞だけど、なんか感染されてるようだということで、攻撃してしまうんですね、攻撃してしまう。で、攻撃するんです。で、そうすると、でその攻撃というのはどういう形かというと、あのえー、パーフォリンというとか、グランザイムという物質で攻撃するんですが、これは、えー、その、 相手の細胞に穴を開けたり、その穴を開けた上えで破壊するような物質を送り込むような形です。で、でそのような形で、キラー T 細胞が、えー、っとウイルス感染細胞を攻撃するんです。で、えー、っとこのウイルス感染細胞と同様に、えー、自分の細胞出身だったにもかかわらず、キラー T 細胞に攻撃されるものが、えー、例えば、がん細胞です。 がん細胞というのも、えー、自分の細胞なんですが、が、え、ん、ー、細胞化すると、癌の時に独特である、がん特有の抗原を出すんですね。で、えー、抗原を生産するんです。そうすると、がん特有の抗原をあの、ここの皿のように出すんですね。で、そうすると、キラー T 細胞は、これはもともと自分の細胞だったけど、癌化してるようだということで、攻撃することができるということで、この絶妙な仕組みによって、 自分自身を攻撃するのをできるだけ抑制、まあえーまあ、その抑えながら、えー、異常になった細胞だけを攻撃するような仕組みが細胞性免疫として確立されているわけです。さてその次にウイルス感染細胞に対して主にだからこれ侵入した細胞に対して攻撃するってことで細胞性免疫の方がウイルス感染細胞に対するメインだってことは えー、分かっていただけたと思うんですが、じゃあ、ウイルス感染細胞というのは、ウイルスに対しての免疫は、えー、細胞性免疫だけかといいますといろいろあるんです、実は。でまず、えーと、ウイルスの種類を見分けなくてもあのできる自然免疫、まあ、自然免疫というのは、えー、手当たり次第やっつけるというやつですね。でえー、獲得免疫というののは相手の情報を見つけて やっつけける方ですけど自然免疫の方の仕組みとして実は樹状細胞とかの表面にトールライクレセプターというのがあです TC、ね、トールライクレセプターでこれは実は、えっと、人の細胞は持ってないけれどウイルスなどが独特に持っている分子を見分けて えーまあ、これウイルスが共通に持っているような分子ですね。で、それを見分けて、こう、あのーまあ、見分ける細胞、えーまあ、その構造があるんです。で、そするとトールレセプターにウイルス粒子がくっつくと、インターフェロンというのを作ります。で、インターフェロンというのは、まあ、治療なんかにも使われるから聞いたことがあると思うんですけど、インターフェロンというのを作ります。で、そうすると、インターフェロンの役割として、2つの役割を、主に2つの役割をするんですけど、ウイルス干渉といって、 他の細胞、自分の細胞、他の自分の仲間の細胞に、えー、今、ウイルスが侵入してきたから、えー、防御してくださいという情報を伝えるんですね、えー、それと同様に NK 細胞というものを活性化して、まあ、これはまずは、えー、である程度ヒットを食い、非特異的、相手を見分けずにやる行動のことを非特異的と言ってるんですが、まああの、ウイルス感染細胞を攻撃、まずは攻撃しようとすると。 さて、その次なんですが、獲得免疫の中でも、体液性免疫の方も実はやってるんですね。やってます。で、えー、さっき言ったようにヘルパー T 細胞にウイルスが持っている物質を提示しまして、それが B 細胞を刺激し、B 細胞が形質細胞を、まあ、活性化して、そのウイルス粒子に対する、えー、槍を作るんです。で、そうすると、 すでに細胞の中に侵入してきてしまったウイルスに対しては、これは効かないんで、抗体は細胞の外までしかあきませんので効かないんですけど、ウイルス、えー、に感染したってない、まだあの、ウイルスが細胞の中に入ってない、まだ血液中とかに浮いてる、えー、あるいはまだ粘液の中に浮いてるような状態の時には、この抗体がある程度、えー、ブロックしてくるんですね。で、これをウイルスの、えー、を中和するので、中和抗体っていってます、中和抗体。 細菌は抗体がメインでやっつけるんですね。これ、細菌は細胞の中に入ってきませんので、舞、え、台、ー、は体液の中で細菌をやっつける。で、ウイルスは細胞の中に入ってしまうので、最終的には細胞性免疫なんだけど、手前のところで中和抗体で、できるだけ細胞の中に入らないように、体液の状態でブロックする仕組みも、えー、やっております。で、最後にさっき言ったように、えー、細胞性免疫という。 いうことをウイルスはメインにやっているということです。で、そういうような仕組みがあります。それで抗体なんですが、抗体というのは実は、まあ、これとこれの抗体、まあこれちょっと例として出した抗体ですが、えっとまあ、あのこの槍の形はそっくりなん,なんですね。そしていろんな種類の抗原に対する抗体を この根元部部分は全部共通なんです。で違い側のここ先端の構造なんですねこれ、えー、とアミノ酸の配列でこの構造を作ってるんですけど先端の構造が違うとでその先端の構造をどうやって多様な細菌などの物質に対してそんな多様な槍の先端を作る仕組みがありましてこれは v d、まあまあ実は正確に言うと、えー、抗体は2本の、えーまあ、こ,こ,れこれだと1本しかないですけど本当は軽い鎖、ライトチェーンとそれから重い鎖、えー、ヘビーチェーンが2本ずつやった形になってましてそのヘビーチェーンとライトチェーンのそれぞれ先端の部分に v d j 領域こっちは VJ 領域といがありましてこれのアミノ酸並列を決める遺伝子があるんですね。 でまあ、これはあの遺伝子の仕組みで V 領域の遺伝子については例えば2ックぐらいあるとで D 領域の遺伝子は20ぐらいあるとで J 領域の遺伝子はまあ6ぐらいありましてその中からあの、えー、初期、えー、私たちがあの赤ちゃんからあの胎児の中で発生して、えー、胎児から赤ちゃんになっていくようなプロセスの中であ,のある程度 細胞のところではこの V 領域の遺伝子のうち52番だけ選ぶとそして D 領域からは3番だけ選ぶとで J 領域からは2番だけ選ぶというような遺伝子の再構成を行いますの残りは捨てちゃうんですねである別の種類の B 細胞では11番と13番と5番を選ぶというような選択を行うそうすると この選択をした、えー、遺伝子によって作られる槍の先の VDJ 領域の様子とこの,、えー、その仕組みに使ってよって作られる B 細胞の先端領域はあの違うんですね、えー、違う抗原に対して、えー、対抗できる形になりますでこの種類が実は単純計算しただけでも数 学的 200×20×6 の種類がありますけどさらにこれがもう2種類ありますし、えーまあ、さらにあの多様性を作る仕組みがありまして非常に多様な抗原に対して私たちはこの槍を非常に多様な槍を持っています今回のコロナウイルスに対しても、えー、と同様の,の,あの中和抗体、まあ、これウイルスに対しては中和抗体ですけど、えー、もう槍がもともと私たちもともとあるんですね あるんだけど、活性化されていないものを活性化すれば、その B 細胞を活性化すれば中和抗体を作ってくれるということです。まあ、この抗原の仕組み、抗原が実は全部揃えてるんですね、全部,、まあ、全部というか、非常に多様な種類の抗体を作る B 細胞が揃ってます。えー、で、その時侵入してきた抗,をつ抗原に対する抗体を作る B 細胞だけは分裂して、たくさんに増えていくということですね。これはあの、まあ 100円ショップとか、えー、なんていうかなあの、コンビニの品揃えと一緒ですね、特に100円ショップの方が分かりやすいと思うんですが、100円ショップは細かい商品がたくさんありますね、たくさんあります。そして、どんないろんなニーズに応えることができて、た,たまたまこの商品が急に売れ出すと、その商品をの,あの入荷を増やすというような形です、す一応、全種類、いろんなものを揃えておいて、その中で、その時のニーズに応じて、 えー、たくさん売ることができるのが、まあ、100円ショップのようなところですけどそれと同じ仕組みが私たちの抗体産生の仕組みとしてはあるということです。ということで、えーとまあ、私たちの体も実は結構体から病原体とかウイルスから防御する仕組みを持ってますので、まあ、今回の事態に関しても、あのー、自分自身のまずは体の体調を整えて。あのー こここのの免疫系ががきちんとと、働くようににすす。るれがまあ一つの根本になります、まあ、当然ウイルスの感染を防ぐようにあのできるだけその入れないような努力をするとともに私たちの体自身の免疫系が働くように体調を良くしておくことこれが大切だということで私たち自身がそういう病気に対して防衛する仕組みを持っているということに確信を持っていただいて。 まあ今回の、えー、事態を、えー、共に乗り切っていきましょうということで、えーっと,まあ、ということで、ちょっと今日はこんな形ですけど、はい、おしまいにします。ではまた明日は、えー、っと数学に戻りまして、円周角、円の性質について学ぶ,学ぶことといたします。それではまた明日。